先ほどの試合勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まず先ほどの初戦振り返ってみていかがですか。まあジュニアユースこのチームに入って初めての全国大会っていうのもあったんですけど、みんなあれ行き延ばすから緊張してて、まあ、試合入るまで自分自身も緊張してたんですけど、試合入ってからはみんなが 100%、 100% 以上の力であれプレーしていて、前半でまあ2点取れたっていうのが勝利の一番大きい要因だったと思います。まずご自身の1点目、まあ、豪快なシュートでしたが、まあ、その豪快なシュートで結構チームの緊張もほぐれて勢いづいたと思いました。ご自身の得点振り返ってみていかがですか。まあ、前半の初めら辺だったということもあったんですけど、まあ、先に自分たちがシュートをとりあえず打っていこうっていう気持ちでいたんで、それがたまたまですけど入ってよかったです。ありがとうございます。では最後に、まあ、明日の初戦に向けた、2戦目に向けた修正点、意気込みなどあれば教えてください。明日、まあ、勝ってしまえばグループステージはもう突破が決定だと思うんですけど、まあ、そのためには、まあ、前半から2点決めて後半1失点して、まあ、後半の集中力が欠けていると思ったんで、前半から後半まで の集中力っていうのをあれ高めていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。